当時はやっぱりそんなが一番有名な予備校だったので受けたら難しくて、はい、こんなことできなきゃいけないのみたいなのって何点ですかって2点。投資に行くわけじゃないですか、はい、どうやって行くことになったんですか。とあと金谷先生だったんですけど、でいよいよ学研に移るわけじゃないですか。投資資料最大いやいやそんな戻る人もいたりとかいろいろありましたあの社会科目野島先生にも見ていただきたいと思いまして、はい、そうでは始まりましたアマチュアチャンネルです。さあ今回はですね野島先生においでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。大変嬉しいです。 ありがとうございます。ちょうど東大教室の言論会での授業を終えた後で、そうですね、はい、さっきまで汗びっしょりだったんですけれどおめでとうございます。いえとんでもないです。いや今ね八木先生が喋ってるんでもしかしたら八木先生の声が入ってるかもしれないですけど、まあ、あのバックグラウンドミュージックだと思っていただければそうですね。ではいろいろと野島先生に聞いていきたいんですけども、はいはい、野島先生といえば数々の予備校を、いやいやそんな、ね、渡り歩いてきたんですけど寸大に入ったきっかけみたいなのは、まあ、東大入って、はいはい、文学部で、まあ、まあ一応ここ簡単に話すと僕は塾上がりなんですね。学生の時に塾のアルバイトやってて、何年か長く東大にいて、はい、そろそろこの方向を決めないとっていうので、うんうん、たまたま日本史を専門にやったので、はい、とじゃあ寸大受けてみようか、うんうんうん、っていうので、まあ、当時はやっぱり寸大が一番有名な予備校だったので受けたら、はい、まあたまたま寸大がこう校舎を拡張する時期とも重なって、はいまあ、取ってもらえたっていう感じです。なるほどですね。拡張時期っていうのは実は受かりやすいっていう、そうですよねのがありますよね。受けた時にはね、はい、一応当時試験があって、はい、もう完全に落ちたって思いました。あ、そうだったんですね。難しくて、はい、こんなことできなきゃいけないのみたいな問題 で、はい、でしかも量も多くて、はい、最後はもう殴りかけみたいになって、はいはい、当時寸大の当時主任って言ってたけど、はい、が安藤先生という、はいまあ、有名な先生なんですけれど、はい、半年ぐらい経った頃に何かの飲み会みたいなのが隣になってね、はいはいはい、そしたら突然講師採用試験のことを話し出して、野島くんちょっとよくできてたよ、へえ何点ですかって言ったら42点って言ってたのすいませんよ本当に実力不足でありましたあ、論述とかで、そうですね、ちょっと最初に次第型の、はい、問題知識をちょっと聞くような問題があった、はい、あとは7、8台論述問題で、これでもこう積んだりでわーっといくわけじゃないですか。いやそんなことないですよ、全然あの金魚の糞のように必死にあがいてきた著書とか見ても、あ、なんか寸大の用語集みたいなのありましたよね。はい、昔出しました。はい、あの先生たちとこう名前が並んでるんだみたいな感じでしたけど、今でも活躍されてる方の名前も。そうですね、そうですね。うん、何か若手の先生と一緒に出したので、コンセプトは良かったんですけれど、はい、と今でも思ってるんですけどね、はい、教科書に出てるんじゃなくて、試験に出た歴史用語っていうのを、その重点的に入れた用語集だったんですが、うんはい、毎年試験が積み重なっていくので、はいはい、更新していくのがすごく難しいんですよね。なるほど、はいはいはい、ちょっとその点で弱点があったかなって今は思ってます。そして投資に行くわけじゃないですか、はい、どうやって行くことになったんですか。いろんな理由はあったんですけれど、はい、21世紀に入ったあたりから、まあ、寸大はもちろん生徒もまたたくさんと、もちろん可愛だってね、ヨゼミだってたくさんいたんですが、これ長く続かないなっていう気がすごく敷いてて、例えば時間割がピタッと決まって科目が入れ替わっていくっていうね、はい、学校がそうですよ ね、 そうですね。で予備校もほぼそれに似たような状態で、誰って基本的には近代のシステムきちっと時間に沿って動いていく人たちを育てるっていう点では、一つは労働者と兵士ですよね、はい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 、でそれをこれが近代の大きな特徴なので、それを育てるシステムってもの延長線上にしかないな。教育っていうのは、まあ、昔はもちろん例えば貴族が大変なこの優秀な学者を家庭教師で雇って息子の教育するみたいなね、でそういうこの個別教育なんですよね、うん、で近代でもそういうのだったら残ってて、中国の遠征街っていうね、はい、清朝が滅んでいく時の、まあ、権力者がいて、でそれのね息子の家庭教師の一人は吉野作造なんですよ。おー、すげえなこれっていうね。でまあ本来個別なんですね、でだけどそれはまあ裕福な人だけに許されてたんだけど、もっとそれがこの個別にでも大衆的な一般的な状態でできるのはやっぱり映像だろうという感じがあったのが一つかな、はい、あとはもう肉体的にも精神的にもきつかったと
少ないですね。なるほど、うん、まあたくさん授業がバーッとありますので ね、うん、そんな中かえお誘いが来たんですか。そうですね、まあ東進の側からどうですかっていう話もあって、はい、で少し話をして、じゃあもう思い切って、うんうん、例えば寸大でも映像はあったんですよ、はいはい、当時、うん、査定ネットとか言ってたから、査定ラインとかいろいろあったじゃないですか、はい、結局うまくいってないんですよね、うんうん、それはそのやっぱり生の箱型の授業が何よりも重要だから、うんうん、常にこっちの方にこう付け足しであるって、ね、やっぱりそれを一度思い切って消し去った方がね、うんうんうん、可能性が生まれるかなと勝手に考えたっていうことになりますね。おお、そして、まあ、当時は結構分厚い層いたんですか、東進も日本史は。いや、東進の日本史科ですよね、はい、にはもうほとんど先生は今でもそうですけど、映像っていうのはそこが怖いんですけど、例えば究極的にはね、例えば受験英語の先生は森田先生一人でいいみたいな世界ですよね。あ、なるほどなるほど、確かに確かに。でそれがこの実現してる方向に向かってたのが東進だったので、うん、日本史の先生なんていうのは2人しかいなかったと思うんです。そうなんですね。僕とあと金谷先生だったと思うんですけど、はいはい、2人ですよね。だから、まあ、英語の先生だって例えば寸大の時には関東だけで200人ぐらいいたので、はいはい、そうですね、当時はもうやっぱ10分の1はいませんねっていうぐらいでしたから、大変怖い世界だなと思いました。まあ、それはまあ森田先生の方がもっとねあの英語の方が過酷ですからそうです、ね、日々感じてると思いますけど。そしてまあ東大特進とかですね、はい、東大系のをやったりして、でいよいよ学研に移るわけじゃないですか、はい、東進史上最大いやいやそんなあの最大の出来事、金魚の糞がまたちぎれていきましたっていうだけなのでね、でくっついた先が学研っていう金魚でしたっていうだけの話なんですけど、そうなんかだって七人の侍とかって言われてましたし、話せる部分だけですね。まあ組織の持つ特徴、はい、特質っていうのがあって、はいはい、まあここでは、まあ、僕に合わなかったと、うんうん、いうことが大きな原因だと思ってくれればいいと思います。まあ、学研側から話があったんですか、それも学研と一緒に作り上げて。いや、あの最初は学研の方から、まあ、どうしても学研というとその元々科学と学習っていう ね、はいはいはい、そうですね、小学生とかに強いんだけど、今例えば老人ホームみたいなのもやってるんだけど、はいはい、高校もすごく弱いっていうのがあって、うんうんうん、でそこを充実させる措置を取りたいっていう計画が、うんうん、まあ、長らく検討されてたみたいですね、はいはいはい、だから詳しいことはちょっと僕もわからないんですけど、はいはい、でだったらっていうので学研プライムゼミというところで、じゃあもう一回ちょっと映像で勝負をしてみようっていうふうに、まあ、考えた。ただまあ契約的にはもちろん東大教室は朝日カルチャーセンターだとか、はい、言論会で映像でやってるし、うん、と森鉄チャンネルにも出てますからね、はい、別に何でもありなんですけどね、うん、じゃあまあ東進ほど縛りが厳しくないんですね。そうですね、勝手にやった方がプライムゼミの宣伝にもなるかなみたいな感じですね。プライムゼミは他の先生たちと一緒に、まあそうですね、うん、やっぱそれがすごかったみたいですね。いやいやいや、そんな金魚の糞がでもやめとこうすいません、はい、それからだって講師たち集まらせないようにすごい頑張ってましたから当時。あ、そうなんですか。なんか一緒に集まってたらもうすぐに調査が入るみたいな。ああ、ちょっと怖いね。でもね、何の話をしたかとかっていうのが、でもね、その、まあ、これを聞いてる人はいろんな人がいると思うんですけれど、まあ、森田先生もそうだし僕もそうだけど、一生墓場まで持っていくしかないなっていう言えないことをたくさん経験しちゃいますよね。そうですね。で、まあ、でもなるべくそこでこの下品な心をむき出しにしないような方向で行動しようと思ったらこうなったっていう感じですそうですね、まあ大変でね、まあ、また戻る人もいたりとかいろいろありましたけどねあれも初ですからね、戻るっていうのも東進史上初ですから、ね、もうちょっとそこの情報ほとんどちょっと僕分かっていないので、またどこかで、そうですね、その人にインタビューしてくれれば、まあ、そうですね、やってるかどうか、できないでしょうね多分。まあなんかでもいい、つったらしいですけどね、まあだから取り返すほどじゃなかったんですそれだけのことなので。これからはどんな感じでやっていくか、まあ、随分長くこの予備校業界っていうふうに、まあ、あれ教育業界でもいいですけどね、はい、でやってきたので、今僕が勝負できる層、一応なんで東大にこだわってるのかっていうと、はいはい、これいろんな理由があるんですけれど、うん、あんまりやっぱりね、そろそろ出しゃばらなくてもいいな。お、例えば寸大の時には僕は長い間当時総計スーパーって呼んでたかな、はいはいはい、からそのいろんなクラスを、うんうん、その教えてて、いろんな生徒を教えるのが別に嫌でも嫌いでも全然ないんだけれど、はいはい、若い先生が出てこないといけないし、うん、はい、そうですね、でそれから予備校講師ってね、育てられないんですよ。そうなんですね、うん、おそらく、はい、
でそうするとやっぱり勝手に彼らが出てこないといけない。そう、うんうん、そうすると出てくるそばから実は本人にその気がなくっても自分で踏み潰してましたみたいなね、はいはいはい、状態にしないようにするためにはちょっとここら空いてますよここ空いてますよっていうね、そういう形で、まあ、最後受験生の未来を少しでも支えられればっていう、うん、なるほど。本当に結構こう見えて容姿は得体が知れませんけど結構ね、自分でも変だけど、ね、いろんな人と接してて、うん、僕って結構ね、心は汚くないんだなっていう。そんなこと言うやつは信用しちゃダメですよ。だけどね、なるべくそういう気持ちで、例えば僕の世代だけで大学がなくなるわけじゃないし、はい、やっぱり例えば戦後の教育に果たした、これもまだこれからの研究対象だろうけど、予備校の果たした役割すごく大きいと思うね、うん、力のある先生をなんとか育てられないから育ってくるような土壌は作ろうと思ってます。なるほど、そうですね、まあ、僕もそれが目的で、まあ、このチャンネルの目的の1個はそれなので、英語講師オーディションとか、今回はですね、いろんな講師のオーディションやるんで、ぜひあの社会科目野島先生にも見ていただきたいと思いますね。はい、言ってね、移行してたりして冗談です自分が出てくる側にオーディション側に登場、そうですね、なんで、まあ、このオーディション近々発表しますけど、はい、いいことですね、面白いです、はい、野島先生にも見てもらえますね、はい、こう埋もれてる人たちが出てこれるように、あの、まあ、やっぱりね、この面白いです、受験生教えるっていうのはね。そうです、だから勇気を持って、ただ一寸先は闇ですけどねまあそれをちょっとプルプル震えながら楽しんでもらえれば、はい、森田先生もちょっと元気を出して、はい、はい頑張りましょう、はい、はい、ありがとうございます。今回は野島先生においでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。